C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。C の代表の篠崎です。今日はセミロングぐらいから片上の切りっぱなしムーブへ一気にスタイルチェンジをするにあたって気をつけていること等を説明しながらカットしていきたいと思います。まずアウトラインなんですが、真後ろで切ると長さの目標があやふやになるので、サイドの位置へ持ってきて長さを設定してセンターで合わせます。一応アウトラインはチョッピングで切ってますけども、そんなにこだわっていないので、普通に横にパチンと切っちゃっても、まあ、最後に毛先をぼかすセニングテクニックがあれば問題ないと思います。だいたい後ろは3ブロックぐらいで、最初に切ったアウトラインに合わせてカットします。若干ですね、若干指半分ぐらい長くしても OK だと思います。時短のカット動画というと、もっと焦って切っている感じがしていると思うんですけれども、実はですね、しっかりお客様とも会話してますし、何が違うかというと、要するにですね、切り直したり、同じところ何回も切ったりとか、長さのイメージが合わなくて、もう一度やり直したりとか、そういうことをしないというのが一番大切だと思います。サイドへ移っていくんですけども、見てわかる通り、一発目っていうのは落ちたそのまま、要するにノーテンションですね。ノーテンションである程度落ちたところ直接長さを決めて、そこからですね、そこからインナーチェックをしたりとかしていきます。インナーチェックなんですけども、基本的に切ったところをオーバーダイレクションして内側の毛を切っていくと。特に今切っているところ、この耳の後ろですね、ここのインナーチェック非常に大切になります。この辺はですね、ドライカットで最後に仕上げでやった方がいいっていう人もいますけど、私の場合にはですね、仕上げとドライでカットを分けてしまうというか、時間の配分とかが同じぐらいになってしまうとすごく時間かかるっていうイメージがあって、私はですよ、私の場合にはドライの状態ではなくて、ウェットである程度のところまで仕上げてしまうというようなイメージでカットしていて、ドライバー本当にこう触るぐらいというか、そういうイメージでやってます。
ベースカットが今ほとんど終わるんですけども、最後はオールバックですね。全部後ろに溶かして出てくる毛をチェックしています。ここからセニングになるんですけど、まずブロッキングの位置が非常に大切です。ボンのくぼのちょっと上から8ラインを結ぶラインですね。要するに骨格が一番出っ張っているところから、まあ、見てわかる通りカットはですね、横スライスで切ってます。セニングは縦スライスで入れてます。どういうことかっていうと、カットラインと直角に入れることで量感を取る。で、質感はカットラインに、平行に入れるんですね。そうすると一気に毛先がボケてくる。なので、細かく細かくこう取りながら、何ですかね、一気にドンって取るわけじゃないんですけども、細かく細かく必要なところを取っていくと。で、使ってるセニングなんですけど、50% なので、割と細かくやっても、時間はかからない。一気にポンと減っていくセニングをチョイスして、で、このように、細かく細かく必要なところを取りながら、大胆に削っていきます。ちなみにですね、量めちゃくちゃ多い方です。結構長い方でもこうやってコームで持ち上げて量感、要するにですね、毛束の真ん中よりも根元側ですね、割とコームでプッと持ち上げて切ります。指で挟むより全然早いし、細かく取れるので、そのやり方でやってます。鉢植えは 50% のセリングでこう間引くように入れていきますね。サイドも同様に8ラインでブロッキングを取って、両間から取っていきます。私のカット見ていただいて分かると思うんですけども、かっこいいわけではないです。例えばドライで、華麗な技とかそういうのもまあできますけど、やらないです。あえてやらないですね。やることで時間かかったりとかすることをわざわざやることがないし、やらなくても事足りることに関してはやる必要がないです。それが時短です。そしてお客様が思うかっこいいとか、カットが上手っていうのは、美容師が考えているのと違っていて、お客様はですね、リズム感とか、そういったところでうまさを感じます。美容師が考えているのは、なんか技とか技術とかね、そういうことを考えてますけども、お客さんが考えているのとは違うという認識も持ってください。トップの方の量感なんですけども、まあ何も考えてないで入れてるようですけど、これ以上いったら立ってきちゃうよっていうところ、なんとなくね、これはまあ経験値になりますけども、これ以上いったらやばいなっていうところ、まあギリギリですね。その辺を攻めてます。ここです。わかりますか？これ毛先が揃ってる部分を、まあ、ぼかしてるんですけれども、毛先をぼかすのに、毛先を持ったまま、根元の方にですね、
セリングを入れても毛先はボケません。こうやって毛先を見ながらセリングを入れることで毛先の柔らかい質感が生まれます。この襟足とかもですね、格好つける必要ないです。パンパンと入れてぼかします。ちなみにアシスタントが手が空いてると鏡を持ってきて煽られます。いいよ、晴れるからしっかり乾かして、しっかり乾かしてこういう感じにしてもいいんですけど、こう今こうやってこうやってやってもいいですか。でここから先をこう明るくします。でここは自然に、だから完全にこれがここの上にいくわけじゃないですよ。自然に続けてここを明るくして夜にします。これからやるカラーの説明、今やったカットの説明をしてカラーリングに移っていきます。今回このゲスト様ちょっと時期が空いたので、それを利用してですね、毛先をちょっと明るくするグラカラーにしていきます。はい、これが仕上がりです。ちょっと毛先が自然に明るくなっている暖色系のカラーを入れてみました。カットもね、これは自然に 32mm で外に跳ねさせてカットしたところですね。こんな感じです。もしこの動画良いと思ったら高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。失礼します。